トム・モレロはアメリカ合衆国のギタリスト、ロックバンドレイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、オーディオ・スレイブのメンバー、またはソロプロジェクトナイト・ウォッチマンの活動で知られる、2009年にストリート・スイーパー・ソーシャル・クラブを結成した、ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第26位、2011年の改訂版では、 第40位。ケニアの過激派社会運動組織マウマウ団の一員で、後に、ケニア初の国連代表となった父のネセンジョロゲ、高校教師であり、公民権運動や、検閲反対運動の運動家でもある母のマリー、モレロの間に、ニューヨーク市ハーレムにて生まれる。父からは、菊ユ族の、母からは、アイルランド系及び、イタリア系の血筋を受け継ぐムラートである。 父母の影響で学生時代から左派の立場から社会運動に関わるとともに13歳でレッドチェッペリンの影響から音楽に目覚めるが金欠でエレキギターが変えず腕も上達しなかったため挫折する高校進学後本格的にギターを始め同級生で後にトゥールのギタリストとなるアダム・ジョーンズらとともにエレクトリック・シープを結成 ヘビメタルとパンクロックの影響を受けながら自身の音楽性を形成していく。1982年、トムはハーバード大学に進学。政治学を専攻し、1986年に卒業。LA に移り、民主党のアラン・クランストン上院議員の秘書を務めるが政治思想の対立から解雇される。アダム・ジョーンズにメーナード・ジェームス・キーナン。 ダニー・カレーラを紹介したとアメリカのウィキペディアでも記述され噂されていたが、これは正しくないと33シングスユーシュトのノーアバウトツールでアダム・ジョーンズが答えている。1988年にロックアップというバンドを結成し、翌1989年にゲフィンレコードからアルバムをリリースするが、1991年にバンドは解散してしまう。詳細は レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンを参照その後、ロックアップ時代に知り合い、別のバンドで活動していたザック・デ・ラ・ロッチャのラップスタイルのボーカルに衝撃を受け、バンド結成を持ちかけ、ザック、ブラッド・ウィルク、ティム・コマーフォードと共にレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンを結成。1992年にはエピック・レコードと契約し、ファーストアルバムをリリース。4枚のアルバムを発表し、 バンドが発する政治的メッセージやサウンドが人気を呼び、一躍トップバンドの仲間入りを果たす。詳細はオーディオスレイブを参照しかし、人気絶頂の2000年にバンドの方向性の相違からザックが脱退を表明し、バンドは解散。トムはティム、ブラッドに加え、元サウンドガーデンのクリス・コーネルをボーカルに迎えてオーディオスレイブを結成。また、これと、 並行して2003年からソロプロジェクトナイトウォッチマンとしても活動を開始する。2007年、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンの再結成が報じられ、その3週間後にクリスのオーディオスレイブだっと活動休止が発表される。2009年、ザ・クープのブーツ・ライリーとの新プロジェクトストリート・スイーパー・ソーシャル・クラブを結成。デビューアルバムには、 ギャラクティックのスタントンムーアが参加した。ワウペダルをはじめエフェクターを駆使した独特のサウンドが特徴。個性的なリフに加え、パトカーのサイレンや工場の機械音など、あらゆるサウンドを表現する。ギターのつまみを調整しながら弦を手ですることによって、DJ のターンテーブルのスクラッチ音を表現する。スクラッチ奏法、左手でハンマリング音しつつ、 右手でボリュームスイッチのオン・オフを繰り返し独特の音質を演出する奏法、ギタージャックをブリッジに押し当ててノイズを出す奏法など独創的な奏法を数多く使用する。2008年レディングフェスティバルでのパフォーマンスプロデュースドバイ、ブレンダン・オブライエン。ありがとうございます。